この会場に来る前、先ほど雑賀崎の演説会場において大きな爆発音が発生をいたしました。今詳細は警察の方で調べていただいておりますが、いずれにせよこの多くの皆さん方にご心配をおかけした、ご迷惑をおかけした、このことについてはお詫びを申し上げながら。爆炸案发生之后呢，岸田文雄下午维持既定行程到青叶县替候选人来站台，可以看到他身边的维安人员的人数是有增加的。岸田一上台就对民众致歉，当地媒体就报道，岸田还亲自打电话向协助压制嫌犯的渔民来致谢，只是24岁的嫌犯落网始终是保持缄默，不愿意透露任何的犯案动机。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。